ちょっと無理か。悪い。いい。それじゃあこうしよう。ほら。え？早く。何が？おんぶ。は？いいから早くしろ。何言って。冗談だろ。冗談じゃねえよ。歩けなきゃ帰れねえだろうが。店の迷惑にもなるし、早くしろ。達夫、それじゃあすみませんでした。すみません。公爵。うん。ごめんな。着物汚れた。こんなの洗えばいいし、気にすんなよ。俺とお前の仲だろ。とりあえず黙ってろよ。また具合悪くなるかもしれねえしな。ああ。公爵。ん？なんでもない。服脱げるか。汚れたやつは全部脱げよ。ああ。疲れたか。そうだな。具合は？さっきよりはマシになった。そうか。ほら、レン置いとくぞ。これ飲んで少し寝ろ。ありがとな。いろいろ気にすんな。他に何か欲しいもんあるか。大丈夫。そうか。青葉。うん。お前、どうしてあの場所にいたんだ？あ。お前こそあそこで何やってたんだ？何って、つかお前あの場所を知ってたのか？いや、偶然お前を見かけたっつうか。それでそのままついてきたのか？どうやって中に入った？お前に声かけようとしたら店の入り口で止められて、それで困ってたら助けてくれた人がいて。助けてくれた？ああ、常連っぽい感じの男で、お前みたいに着物着てて。着物を着てたのか？ああ、うん。他に何か特徴は？え、なんで？いや、知ってるやつじゃねえかと思って。青い着物着てて、髪が短くて、ひょうひょうとした雰囲気で、あと首に入れ墨してた。どんな柄だ？竜じゃなくて。そいつがどうかしたのか？青葉、もう二度とあの場所には近づくな。は？なんでだよ。何でもいい。とにかく近づくな。なんだよそれ。その青い着物のやつが何かあるのか？いや、つがさ、俺にそういうこと言う前にお前が先に言わなきゃいけないことがあるんじゃねえのか？なんで朝黙って出て行ったのかとか、俺が気づかないと思ったのかよ。やっぱりそれで俺の後をつけたのか。あ、ごめん。偶然とか言って嘘ついたのは謝る。でもお前が変にコソコソするから、俺も見ないふりした方がいいのかとかいろいろ考えて。状況が状況だし、お前なりの気遣いだったのかもしれないけど、それなら正直に言ってもらった方がまだ。そうじゃねえ。けどそれ以上は言えねえ。悪い。おい、孔雀、待てよ。何なんだよもう。風呂場に乾燥機があって助かった。超速乾燥ですぐ乾いたわ。コウジャク。ん？お前さ。なんだ、どうした？お前、何を隠してる？うん。なんだよ。いきなりどうした？はぐらかすな。俺、今、お前をどう信じればいいかわからなくなってる。自信がない。俺はお前のことを全然知らないから。お前が緑島にいなかった時のことを俺は知らない。知りたいって思うけど、どうすればいいかよくわかんねえんだよ。今俺たちは東映のところへ行くためにいろいろ考えなきゃいけない。無駄な時間食ってる場合じゃない。けどお前を信じる自信がない。お前に信じてもらえてる自信もねえよ、青葉。どうしても話せねえんだ。悪い、青葉。お前を苦しめちまってることは本当に悪いと思ってる。自分で自分を殴りてえくらいだ。お前が俺を信じられねえってのも仕方がねえ。俺がお前を助けたいって気持ちにこれっぽっちも嘘はねえ。だからそれだけは信じてくれ。何都合のいいこと言ってんだと思うだろうが、頼む、青葉。分かった。嫌な思いさせてごめんな。今日はもう寝た方がいい。隣にいるから何かあったらすぐ呼べよ。ああ、おやすみ。いたのか。あちこち探したんだぞ。って青葉、目が赤い。うん。いいぜ、ゆっくりで。待ってるから。話せそうだと思ったら話せよ。え？泣いてない嘘だ、泣いてる。泣いてない。分かったよ。じゃあ泣いてない。で、どうしたんだよ。何かなんでもない。嘘つけ。言わないとタエさんに青葉が嘘ついたって言うぞ。え、ばあちゃんが帰ってこない。タエさんは5時には帰ってくるって言ったのに。今はもう7時か。大丈夫だって、忙しくてちょっと遅れてるんだろ。もう少ししたら帰ってくる。だから泣くな。泣いてない。そうだそうだ、泣いてないんだった。あ、じゃあさ、タエさんが帰ってくるまで俺と遊ぼうぜ。そしたらあっという間だしな。うん、ほら手。負けるな、青葉。寂しいとか悲しいとかそういうのに負けるな。俺たち強くなってタエさんや母さんを守らねえと。うん、よし、それじゃあまずはどっちがブランコ高くこげるか競争だ。よし。おはよう、青葉。おはよう。ねえ、鉱石探しに行くぞ。了解。どこ行ったんだよ。ん？の。いや、また会ったね。ああ。どうも。昨日は楽しめたかい？まあ。そうか。ならよかった。今日はどうしたの？中へ入るなら昨日あげたカードで入れるよ。いや、今日は違うようで、ちょっと人を探してて。友達？そんな感じです。そうか。もしよかったら手伝うか？え？いや、さすがにそれは悪いし。これから歩いて探そうってんじゃないよ。その友人の外見や特徴を聞くだけさ。俺も用事があるから周りに注意して見てみるぐらいしかできないけど。いや、でも言いたくないなら言わなくていい。無理に聞こうとも思わないし。だからそんな難しい顔しないで。すみません。謝る必要はないから君素直だね。そういう子は好きだよ。興味をそそられる。でも気をつけた方がいい。君はちょっと無防備だから。気を抜いたら信じてたはずのものにいきなりガブッと食べられちゃうかもしれないよ。はあ。おや。さてと、それじゃあ俺はこれから中に入るんでね。君も人探し頑張って。ありがとうございます。またね。青葉、どうした？少し前にベニが近くにいたようだ。え？ベニ特有の羽ばたきが聞こえた。ってことは鉱石も近くにいたのか？おそらく。探すぞ。何やってんだよ、鉱石。濡れないうちにさっさと戻るか。ああ。結構濡れたな。レンは濡れてないか？大丈夫だ。だな。お前、すげえ濡れてるし。風邪ひくぜ、ほら。どういうことだ？あいつと何を話してた？あいつっておい、孔雀。あいつと何を話してた？孔雀？あいつ孔雀、おい、大丈夫か？何やってんだよ。孔雀、やめろって。おい、おい、何考えてんだよ。やめろって。おい、ぬっ、どっけえ、つかマジで何やって、公爵ぬっ、離せ、やめろ。気をつけた方がいい。君はちょっと無防備だから、気を抜いたら信じてたはずのものにいきなりガブッと食べられちゃうかもしれないよ。あっ、嫌だ、やめてくれ。やめろ、公爵！なんでなんで何も言ってくれねえんだよ。レン。青葉、大丈夫か？うん。青葉。大丈夫。出かけるのか？うん。ちょっと。そうか。ずぶ濡れだ。雨だって言うのにどうしたの？それとも雨に濡れるのが好きなのかな？ひどい顔。何かあった？でも気をつけた方がいい。君はちょっと無防備だから、気を抜いたら、信じてたはずのものにいきなり、ガブッ、食べられちゃうかもしれないよ。って、答えられるような心境じゃないようだね。だからこんなところに突っ立ってるんだろうし。でも、このままだと風邪をひいてしまうよ。早く帰った方がいい。帰らないの？帰りたい気分じゃないです。おやおや。君が女の子なら、脳殺者の殺し文句なんだけどね。まあ、ずっとこんなところにいるのは良くないし、何か温かいものでも飲もうか。え、でも。すぐそこだから。あのクラブのオーナーと知り合いでね、一室を借りて居座らせてもらってるんだよ。俺は、もともとプラチナジェイルに住んでるわけじゃないからね。どうする？そう来なくちゃ。濡れないようにもっとこっちにおいで。あ、そうだ。名前、青葉。青葉か。いい名前だ。俺は劉邦。劉邦。そう。よろしく。どうぞ。どうも。いい香りだろ。わざわざ取り寄せたもので、日本では売ってないんだよ。おいしい。それはよかった。あの絵ってもしかして。ああ、彫師をやってるんだよ。へえ。青葉くん、入れ墨に興味あるの？え、ああ、まあ、でも入れるほどじゃないですけど。ずいぶん熱心に見てるからさ。ご要望とあらば俺が彫ってあげるよ。そんな悪いし。つか、なんでそこまでいろいろ俺に親切にしてくれるんですか？一目見て気に入ったから。俗に言う一目惚れってやつだね。というのは冗談で。こんなこと言うとうさんくさいって思うだろうけどね。正直に言うと君に人とは違うものを感じたからな。これは冗談で言ってるんじゃないよ。君を見た時、君の中に尋常じゃない力、生命力があふれているのを感じた。はあ。君からはうねりを感じる。それは単独で起こせるも、それらが君の中で意志を持ち混在してる。当たったかな？でも勘違いしないでもらいたいのは、俺は君のそういった複雑な面を暴き立てるつもりはない。そんな無粋なことはしないよ。綺麗により分けて磨かれたものより、複雑に絡み合ったいびつなものの方がよっぽどいい。入れ墨と同じだ。こいつらもアンの段階ではただの整えられた絵に見えるだろう。だが全て計算して作っている。実際に皮膚に彫り込んでいく時の引っかかり、滑り、歪み、丸み、広がり、にじみ、色の変化までね。皮膚ってのはデコボコしてる。血がにじんだ時に見るとわかるだろう。状態によっては計算外の事態になることもある。人間だから俺は墨を入れる時、魂の全てを注ぎ込むつもりで針を刺す。歪んだ皮膚に手を加えてさらなる歪みを発生させるんだ。俺も相応の敬意を払わなきゃいけない。俺は純粋に君に興味がある。君の中に存在する個々の意志がせめぎ合っている限り、君はせっかくつないだ縁を切り離すことになるだろう。それが君の背負った宿命だからね。君は他人と純粋に共存することができない。俺が生涯をかけている入れ墨と君、その2つが融合したらどんな歪みが生じるのか。今日も目が覚めたかな。まだ体に力が入らないだろう。無理に動かない方がいい。怪我をするし、喋ろうとしたら舌を噛むよ。何を。喋らない方がいいよ。何するつもり。そうだな。簡単に言うと、俺の研究を手伝ってもらいたい。研究なんて呼び方、本当はしたくないんだけどね。この背中に俺の花を刻んだら、どんな風に君の生命力を吸い上げて開花するのか、それが見たい。ほら、これが君の皮膚を貫通して奥まで墨を刻むんだよ。ダメだよ。辛いのは君なんだから。ちょっと足りない道具を取ってくるよ。おとなしくしておいで。アーバレン、どうしてここに？途中でカバンから抜け出して外へ助けを求めに行っていた。助けを誰に？アーバ、公爵を探し出すのは骨が折れる仕事だった。レン、お前最高。アーバー、大丈夫か？動けるか？起き上がれねえ。なんか薬盛られてて。ちょっと待ってろ。辛いか？大丈夫。つか、この部屋。ああ、悪い。胸くそ悪くなる部屋だな。早いとこ行こう。おやおや。主の犬間に泥棒かな？随分堂々としているようだけど。てめえ。やっと見つけたぞ。失礼だけど誰だったかな？青葉くんの知り合いなのは確かなようだけど。とぼけんじゃねえ。忘れたとは言わせねえぞ。俺はてめえのせいで。俺のせい？こいつを忘れたのか？わざわざとぼけてやってただけだよ。忘れるわけないだろう。膠弱、まだどこにも傷のついていないまっさらなお前の肌に彫った俺の未完の最高傑作。うるせえ！黙れ！てめえ青葉に何しやがった？何もしてない。まだね。いよいよこれからってところだったんだけど、お前の邪魔が入った。グッとお前がプラチナジェイルに入ったことには気がついていたよ。おとといここの1階のダンスフロアにいただろう。その時に見かけた。ただ俺からは声をかけずにおいた。お前が俺を追ってこなけりゃ意味がないからね。てめえ。歪みがないってことはね、つまり滑らかでまっすぐってことなんだ。まっすぐなものってね、逆に言えば根元から歪みやすいんだ。耐性がない。そこに俺の針を打ち込んだらどんな風に歪むのか、まっすぐなお前の心はどう曲がるのか、それが見たくて俺はお前に全身全霊を込めて彫ったんだ。これでも黙れっつってんだろうが。忠告忘れちまったかな。あの時俺はお前に気をつけろと言ったはずだよ。でもまさか本当に俺を探し出すとはな。とんでもねえ執念だ。恐れ入ったよ。てめえ逃げる気か。やっぱり俺の目に狂いはなかった。こうなったら最後まで見届けたい。お前は思う存分俺への怒りをこじらせるといい。腹をくくろう。流星待て！離せ！嫌だ！いやー！強弱離せ離せ。ダメだ。落ち着け。青葉大丈夫か。つかお前こそ大丈夫なのかよ。俺はまずお前に謝らねえと。悪かった。昨日もコウジクさん無事ですか。お前ら遅かったじゃねえか。すみません。あっお前らどうやってここまで。旧住民区の警官に口聞いてプラチナジェイルへ入れるように動いてもらったんだよ。近々東映の特別記念イベントがあるだろ。その時に警備の強化として旧住民区の警官も駆り出されるらしくてな。その増員分として警官に偽装して入ってきたってわけだ。イベントの間の一時的なもんだからチェックもそんなに厳しくねえしな。とは言ってもですよ、正直いつバレるんじゃないかとヒヤヒヤしましたよ。本当ですよ、身元の認証するたびに心臓が口から飛び出るかと思いましたそうか、でも無事だったからよかったじゃねえか。すね。しかしあの野郎さっさと逃げやがって。お前本当に何もされてねえんだな。ああそうか。くそ、どこへ行きやがったんだ。あの野郎ってもしかして着物を着てるやつですか。そうだ。それなら外で待機させてたやつが追ってます。慌てて出てきた着物の男が怪しいってんで後をつけるって連絡がありました。よくやった、上出来だ着物のやつの行方は後で連絡があると思います。他のメンバーはひとまず倉庫に待機させてます。裏口のキーを警官から聞いてるんで。そうか、それじゃあ他のやつだと合流するぞ。いつまでもこんな胸くそ悪いとこにいたくねえからな。おっす。アーバ、動くぞ。いけるか。ああよっと。アーバさん大丈夫っすか。手伝います。悪い。俺はアーバさんのカバンとオールメイトを持ってきます。頼むはい、俺犬好きなんでよし行くぞ。体は大丈夫か。ああそうか。アーバー、まず謝らせてくれ。謝って済むことじゃねえのは百も承知だ。本当に悪かった。コウジャク、俺さ、お前にちゃんと言わなきゃいけないことがある。俺はお前のこと昔から知ってるし、そのせいで何でも知ってるような気になってたけど、俺前も言ったけど、実はお前のことを青葉どんだけうぬぼれてたんだよって話だよな。でもそれを思い知ったらすげえショックで、最初コウジャクはなんで俺に隠し事なんかするんだろうって思ってたけど、そういう話じゃないんだよな。お前にはお前の事情があって、俺に話せない理由もあって、俺それでも一度は物分かりのいいふりしてお前のこと信じて待とうって思った。お前が話してくれる時まで待とうって。でもダメだ、俺やっぱりお前のことちゃんと知りたい。お前が島にいない間どこで何があったのか、そして今どうなってるのか知りたいんだ。話すのがどうしても嫌ならいいけど、いやよくねえ、そういうのはもうやめた。コウジャク、話してほしい、お前のことを俺に。分かった、話す。まさかお前をそんな気持ちにさせてるとは思ってなかった。ただお前を巻き込みたくねえ一心で、それで黙ってたんだ。それに正直お前に知られるのが怖かったってのもある。だが結局はお前を巻き込んじまった。劉邦もその因縁の一端だ。ここまで来て今更隠すつもりはね、俺も覚悟を決めた。だから聞いてくれ。ああ、俺がおふくろとこの島を出てった時な、あの時俺は本土の実家に戻ってたんだ。お前は知らないだろうが、俺の実家な、ヤクザなんだよ。そうだったのか。ああ、俺は組の後継ぎだった。つってもおふくろは目かけなんだけどな、正妻が子供を産めねえ人でよ。代わりに俺が後継ぎってことになった。だが俺は後を継ぐ気なんざなかったし、おふくろも正妻からのいじめがひどくてよ、すっかり疲れちまって。それでまあ結局は呼び戻されて、それでいろいろあってな、おふくろもその時に死んだ。顔の入れ墨はさっき初めて見たんだよな。なあ、でも背中のは知ってる。見たのか、いつ？俺が入っちゃった時にさ、お前の着物も汚しちゃって。ああ、あの時ドアがちょっと開いてたんだ。風呂入ってんのか、盗み見るつもりはなかったんだけど、ごめん。なるほどな、まあいい。背中のを見たとき、驚いただろう。そうだな。背中も顔も入れ墨は実家に戻ってた時に入れたんだ。強制的にだけどな。掘ったのはあいつ、劉邦だ。あいつは親父に気に入られてて、それで俺にも墨を入れるように親父が言ったんだ。こんなもん背負いたくなんかなかったのによ。因果と言っちまえばそれまでかもしれねえが、家系だの後継ぎだのクソくらえってんだ。劉邦の野郎、お前が劉邦と喋ってるのを見た時から警戒はしてたが、まさかあいつが本気でお前に手出すとは思わなかった。さっきのお前の姿を見た時、心臓が止まるかと思った。だからあそこには近づくなって言ったんだ。それってあのクラブの前で俺が劉邦と喋ってた時のことか。ああ、見かけたのは本当に偶然だけどな。俺はここに来てからずっとあいつを探し回ってて、ここに来た時に声かけてきた二人組の女いただろう。ああ。女のうちの一人が首に劉邦の入れ墨を入れてたんだ。あいつの彫り物は特徴があるからすぐわかる。独特の霞んだような青みが出る。それで俺は劉邦がここにいるって確信して、女から劉邦のことを聞き出そうと思ったんだ。だから女に会いに行ってたのか。ああ、お前には悪いが、正直あの時は劉邦のことで頭がいっぱいになってた。お袋が死んでからあいつはずっと行方をくらましてたんだ。入れ墨のこともあったし、俺はあいつをとっ捕まえてやろうと思ってた。ところがあいつは俺の気は収まっちゃいなかったが、俺もいつまでも引きずってちゃいけねえって。そう思ってまた緑島へ渡ったんだ。なのにあいついきなり手の届くところに現れやがって、しかも青葉にまで。俺は劉邦が許せねえ。入れ墨ってのは一度入れたら完全に消すことはできねえ。死ぬまで一緒にいるもんなんだ。いくら親父の命令とはいえ、そんなもん入れた野郎を許せるわけがねえ。あいつは入れ墨を掘ることを心底楽しんでる。裏を返せば入れ墨以外はどうでもいいんだよ。相手が泣こうがわめこうが、危機として針を刺す、ただの下道だ。それにおふくろが死んだ原因はあいつにもある。本当は忘れるつもりだったんだ。どんなに憎んで恨んだところで何も返ってきやしねえ。あとは時が。なのにあいつ今さらのこのこ現れやがって、どんだけ人のことをコケにすりゃ気が済むってんだ。ちくしょう。あいつのことになると頭に血が上ってわけが分からなくなっちまう。お前にも嫌な思いさせちまった。自分でもおかしいってのは分かってんだ。だが不本意にしろ何にしろ、俺はこの入れ墨を背負っちまった。だからこれは俺の業なんだ。こいつがある限り俺の中の憎しみや怒りは消えねえ。だからケリをつけてんだ。ケリ？ああ、俺とあいつとのケリだ。だがこれは全部俺の都合だ。お前には関係ねえし、これ以上は巻き込みたくねえ。ケリも俺一人でつける。だからお前に迷惑は。バカにしてんのか。いつ誰がお前のこと迷惑だなんて言ったよ。俺の答えをお前が勝手に決めるなよ。俺はお前のこと迷惑だなんて思ったことないし、今も思ってねえよ。今本当に話が聞けてよかったってそう思ってる。これでやっと俺がお前のために何ができるか考えることができるって話してくれてありがとな、青葉。この間さ、久しぶりに昔の夢を見たんだ。夜になってもばあちゃんが帰ってこないから俺が泣いてて、いつもお前俺のことを探し出してくれただろ。俺あれすげえ嬉しくてさ、いつも助けてくれる日、頼れる兄貴って感じだったんだよ。だから今度は俺がお前を助けたい。お前この間言ってたよな、俺が抱え込むとこがあって言わなきゃ気づかないから言い続けるって。それ俺もそうすることにした。お前が抱え込もうとしてたら、俺を頼れ、巻き込めって言い続けるなんだかんだで俺だって結局お前のことを巻き込んじまってるわけだし。ん？いや、ここに来る前な、何でもいいから話せってお前に言ったことを思い出したら、なんかおかしくなっちまって。言ってる本人ができてねって最高にかっこ悪いだろう。俺ら似てるのかもな。自分のことになるとまるっきりダメになるとことか。そうかもな。昔の話って言えばよ、俺この島に久々に帰ってきてお前を見た時、実は結構驚いてたんだぜ。驚いた？なんで？あんなに小さかったお前がすっかり大人になっちまったってな当たり前だろそんなの。ああ、でも本当に驚いたんだ。俺の知らお前は気づいてなかったんだろうが、俺も見たことないお前に戸惑ったってことだよ。似た者同士、そういうことだな。でも俺は島に戻ってきたお前を見た時、あんまり驚かなかったな。変わってひでえな、成長なしかよ。そうじゃない、さっきも言ったけど、孔雀はいつも俺を助けてくれるヒーローだったからさ。ヒーロー？そうだよ。なんだよ。おう。だから島に戻ってきた孔雀も昔と変わらない、俺の知ってるまんまの孔雀だって思い込んでた。それでお前に甘えてたんだな。俺変わってねえよ、何も。確かに俺たちは離れてる時間があったが、俺たちの本質は何も変わっちゃいねえよ。ただ大人になっていらねえこと考えるようになっただけで、俺は俺、お前はお前だ。そうだろ？なあ。仲直りの握手だ。昔はよくやっただろう、こうやって手つないで。それでお前、いつも俺負けるなって。そうだったっけか。そうだよ、よく覚えてるお前にそう言われるとさ、なんか力が湧いてくる気がして不思議だったな。そうか。ん？お前何が？首のとこなんか赤くなってるぞ。虫刺されっつより太めの針で刺したみたいな。コウジェクさん、おう、どうした？あの着物の野郎を追ってたやつから連絡が入りました。やつはオーバルタワーへ入っていったそうです。オーバルタワー？オーバルタワーってプラチナジェイルを管理するための塔だろ？正確には管理もやってる。実際には東映財閥の本社ビルだって話だが。東映財閥の本社ビル？なんでそんなとこへ劉邦が？あいつまさか東映とつながってやがるのか。よし、俺たちもオーバルタワーへ向かうぞ。行きましょう。でもどうやって中へ入るんだ？普通には入れねえだろうし。入るとしたら裏からだろうな。すね。着物野郎を追いかけてったやつの話だと従業員用の通用口があって、そこらは警備が薄いらしいです。よし、それじゃあそこから攻めるか。わかりました。青葉、お前も来るよな。聞かなくてもわかるだろ。俺とお前の仲だからな。行くぞ。おっす。まず俺たちが突っ込んで警備を抑えます。その間に紅雀さんたちは中へ入ってください。大丈夫か？向こうは飛び道具持ってるかもしれねえぞ。旧住民区の警官から聞いたんすけど、こっちの警備員は銃持ってると客の印象が悪くなるってんで、小型のしょぼいのしか持たないらしいです。そうか。だが用心しろよ。頼んだ。よし。よし、行くぞ。なんだ、ちょっとごめんなさいよ。俺たちも行くぞ。ああ、待て。このっとおとなしくしろ。ああ、もう一丁。オーバー。これ俺たちの ID じゃダメだよな。だろうな。こうなったらぶっ壊すか。アーバ、メールだ。こんな時にってなんだよこれ。レン不明の動作だ。なんだそりゃ。心の鍵？お、急に開いたぞ。故障か？今のメール、心の鍵が解放とかなんとか書いてあったけど、それが関係あるかどうかはわからねえが、とにかく入るぞ。エレベーターで最上階へ向かってください。俺たちも行きます。なんかおかしいよな。ああ、こんだけ騒いだのに警報すらならないってのはどういうことだ。おい、そこで何をしている？やばいな。お前たち何者？ドア！ちょっと眠っててくれよ。うっ、ごじゃく。ああ、危ねえ。危機一発。最上階でいいんだよな。ああ。あのさ、お前のチームのやつら行って言ったんだろうな。そっか、それともどっちかは調べたか聞いたかしたんだろう。そう、うん、あいつら、遅いな。劉邦。孔雀、必ず来ると思ってたよ。てめえ、劉邦。いやあ、青葉くんも来てくれたんだね。これは嬉しい。ふざけんなよ、てめえ。青葉に手出しはさせねえからな。それはただ単にお前の意気込みだろう。俺が青葉くんを手に入れてしまうかどうかはまだわからない。劉邦、俺が青葉くんを手に入れたらお前に次ぐ2人目の、いやお前とはまた別の傑作が生まれることになるだろうよ。抜かせ。青葉には指一本触れさせねえ。そんな風に感情に任せて怒ってるようじゃダメだ。俺が言ったこと忘れたのかい？うるせえ。こうじゃ。青葉さん。うん。お前ら。紅雀さんを止めちゃダメです。何言って。だってこのままじゃあいつ。これは紅雀さんが望んだことです。止めるのは野暮ですよ。アーバさんといえどもそれだけは許しません。最後まで見守りましょう。俺たちと一緒に。離せ。紅雀。お前ら何やってる。面白いことを教えてやろうか。あいつらの首筋見えるか。細い傷があるだろう。青あてめえ、青葉とうちのやつらに何しやがった。青葉くんはね、クラブの入り口で立ち往生してるのを見た時に一目惚れしたんだ。だからつい出来心で一針持ったのさ。少し精神が乱れやすくなる類の薬をね。青葉くんがどんな風に反応してどう乱れるのか見てみたくて。だがそうしたら途中でお前が現れた。お前がここに来ていると知ってから俺も久々に策なんぞ真剣に練っちまったよ。目的は2つ。青葉くんをどうやって手に入れるか、それからお前をどうじらして煽るか。お前へのお膳立てのために俺は何度か旧住民区へ足を運んだんだ。お前のお仲間たちにちょっとした仕掛けをするためにね。まさか。そう、俺の針お前もよーく知ってるだろう。俺の執念をみっちり込めた針は皮膚から体内へ染み渡り、人の心をも動かす。そのためには先端のほんの一刺しでいい。刺された方はほとんど痛みを感じない。虫が止まった程度だと思うだけだ。お前が俺の部屋に押しかけてきた時、あいつらはすでに俺の傀儡だったんだよ。彼らと青葉くんを生かすも殺すもいよいよ俺たち次第ってわけ。てめえ絶対許さねえ。今この場でぶち殺してやる。お前やっぱり俺の言ったこと忘れてるだろう。その背中に入れ墨を入れた当時はお前がまだ子供だったから運よく元に戻れただけだ。けど成人したら気をつけろって確かにそう言ったはずなんだがな。ねえ、母親殺しの紅雀。言うな！これは見事だ。お前に刻んだ入れ墨はね、一つの実験でもあったんだよ。実験だなんて言いたかないが、誘いを受けたんだ。どうへ入れ墨は人の業であり、刻印だ。刻んだら最後、一生背負うことになる。それ相応の覚悟が必要だ。掘る方もまた同様にね。東映はずっと人の心を操る方法を研究していた。そしてどこからか俺の噂を聞きつけたんだろうね。入れ墨で人の心を操ることは可能かってね。面白い発想だと思ったよ。俺はそれに興味をそそられた。そして紅雀、お前を器に選んだ。その入れ墨は見事にお前の心を喰らい、さらなる昇華を見せようとしている。あれほど感情に身を任せるなと忠告してやったのに、バカなやつ。入れ墨はお前と共に育った。お前が未成熟なうちは入れ墨も幼いから、お前がどんなに怒り狂ったとしても正気に戻ることができた。けどお前が成人すれば入れ墨もまたしかりだ。お前が怒れば怒るほど、入れ墨はその怒りを余すことなく吸い取り、最後には心をも食らい尽くす。その時入れ墨はお前の心臓と一体化して本当の花を咲かせるんだ。お前の命を燃やして糧にした見事な花をね。もはや俺の人生に一遍たりとも悔いはない。お前の理性と俺の執念がぶつかり合った結果、勝者はこの俺だった。さあ代わりに俺の魂持っていきな。ビヤハー！ダメだ！紅雀やめろ！紅雀！自分の最高傑作に殺されるなんて折しみょうりに尽きるね。放弱。公爵公爵やめろ！公爵、しっかりしろよ！止める方法。やだ。その時にもしお前が的確な言葉を投げかけていたら、水木の意識は元に戻ったかもしれないね。公爵！公爵！俺はお前の中に。Yeah.